モンスターボールは、ニンテンドーから発売された、ロールプレイングゲーム、ポケットモンスターシリーズに登場する架空の、アイテムである。ゲームを元にした、関連作品にも登場する。モンスターボールバーガーキングのセットメニューのおまけとして、提供された、モンスターボールをモチーフとした、ガング野生のポケットモンスターを捕まえたり、移動の際にポケモンを収納する道具である。なお、 初期に手に入る安価なボール、モンスターボールのみを表す場合と、スーパーボール、マスターボール、ゴージャスボールなどその手の道具全般を表す場合がある。形状は球体で競技のモンスターボールでは球体の上半分が赤色で、下半分が白色である。また境目の部分に丸いボタンがついている。このデザインは作品世界の中でポケモンに携わる。 人々のシンボルのように扱われており、ゲームやアニメの中でもこれを元にした衣装がしばしば使われている。特に、大乱闘スマッシュブラザーズシリーズで、ポケモンシリーズから参戦しているキャラクターたちのシンボルマークになっている。アニメ版の主人公であるサトシをはじめ、ポケモンを扱うものは通常ボールは腰のベルトにある専用のホルダーに収納している。 初期には7体目をゲットしたとき図鑑を介して自動で研究所に転送されるという描写があったがその後は自分で手持ちが6体以内になるように研究所に送っているゲームでは一度に持ち歩けるポケモンは6体までという制限があるがこれはボール収納の限界として表現されている公式設定では 現在の一般用に開発されているモンスターボールは1925年に玉虫大学の西野森教授の経験が元になって開発されたことになっている。老齢によりすでに現役引退が間近に迫っていた西野森教授が起こりざるへの投薬量を誤り衰弱させてしまった。その起こりざるは生存本能からか、 体を縮小させて教授の老眼鏡ケースの中に入り込んだ。このことからポケモン各種が共通で持っている衰弱時に縮小して狭いところに隠れる本能が発見され、それを活かした捕獲用ボールの開発が始まった。ボールによる収納機能やポケモンを収納したボールの転送はボール自体の機能ではなくポケモンの本能を利用したものなのである。 工業的に量産されたモンスターボールが普及する以前はボングリーと呼ばれる木の実を用いていた。現代においてもボングリーを原料としてボールを手作りする職人が存在する。ディアルガやグラードンのような重量級ポケモンが入っているモンスターボールであってもポケモンを入れたボールは元のポケモンの重さを感じず特別な例外を除き匂いや 磁力なども遮断される。中のポケモンごとパソコンにデータとして保存したり、別の場所に転送することもできる。これもボールの機能ではなく、ポケモン自体が持つ能力とされており、空のモンスターボールは転送できない。ドラえもんに登場する四次元ポケットや、マスダ・ショージが制作に関わった、リンダ・キューブに登場する、トランスカーゴなどをイメージさせる。ボールの中は、 快適な環境に保たれているという設定になっている場合が多い。しかし内部は狭いらしく、ポケモンによってはボールに入るのを嫌ったり、勝手にボールから出てきてしまったりするものもいる。アニメ版のピカチュウやムサシの遭難数がその最たる例で、ある。英語版では、表記が異なるのは、あちらでは、ポケモンが正式名称であることに由来する。 モンスターの持つニュアンスも異なるものと見られる。赤、緑の舞台である、関東地方及び、金、銀の主な舞台である、上都地方では、山吹シティに本社を構えるシルフカンパニーという、ポケモン関係のアイテムを扱う会社が、ルビーサファイアの舞台である。方園地方では、金積ィに本社を構えるデボンコーポレーションが、XY の舞台であるカロス地方では、 クノエシティにあるボール工場がそれぞれ生産している。新王地方、一種地方、アローラ地方での生産会社は不明。量産品以外にもカスタムメイドで作られるモンスターボールも存在する。例えば、金、銀では、ヒワダタウンにいるガンテツという人物が材料となるボングリという好みを使って特製のボールを作っている。主人公はこれらを フレンドリーショップなどで購入する、他人から譲り受ける、落ちているボールを拾うといった手段で手に入れる。ちなみに、オーレ地方は、特例で、ポケモンコロシアムでは舞台である、オーレ地方に野生ポケモンが発見されていないため、モンスターボールを、フレンドリーショップで購入できない。主人公は、街外れのスタンドと呼ばれる施設でのみ購入できる。同じオーレ地方が舞台である。 ポケモン XD では特定のスポットでのみ、野生のポケモンが出現することが発見され、ボールを販売する店も増えている。空のボールを野生のポケモンに向かって投げ、当たるとそのポケモンは、ボールの中に入るが、体力があると自力で出てきてしまう可能性が高い。そのため、バトルで HP を削ったり、状態異常にしたりして、ある程度弱らせてから捕まえるのが良い方法である。 また、ポケモンの種類によっても捕まえられる確率が異なる。例えば伝説のポケモンなどは、通常のポケモンよりも、大幅に捕まえづらく設定されている。捕まえ損ねて野生ポケモンが中から飛び出してしまったり、投げるのに失敗して落とすと壊れるのか、そのボールは失われてしまう。ただしアニメなどでは手元に戻ってくるような描写も見られる。 ポケモンの体のどこかに当たればいいらしく、アニメにおいてはるかがゴンベをゲットしようとした際に、ゴンベがモンスターボールを飲み込んでしまったが、問題なくゲットできた。ポケモンとそれ以外の存在を見分ける機能があるらしく、サンムーンのビッケは、ウルトラビーストのような異世界のポケモンに対しては、ポケモンと認識され辛いため捕獲が難しいと、述べている。 ダイマックスポケモンを捕まえる、あるいはダイマックス使用時には、ダイマックスバンドからボールにガラル粒子を注ぎ、ボール自体も巨大化させる必要がある。ダイマックスポケモンを捕まえる際は、基本的に、ポケモン、ボールの種類に関わらず100%捕まえられるが、期間限定のポケモンは、捕獲に失敗する場合もある。捕獲されたポケモンには、そのトレーナーの名前と ID ナンバーが、 親情報として記録され、以後は通信交換などで人の手に渡ってもその情報が失われることはない。すでに他のトレーナーにゲットされているポケモンにモンスターボールを投げると、人のものを取ったら泥棒ということで引かれてしまう。引かれたボールはどんなボールでも失われる。なお、アニメ版ではすでに誰かが捕獲済みのポケモンが、 ボールで捕獲できないという描写があり、単にトレーナーが妨害しているだけはなく、ポケモン自体にも何かしらの処置がかかっているようである。しかし、それを可能にするのが、コロシアムや、ポケモン XD で使用される、スナッチマシンである。詳細は、下記のスナッチボールを参照。電波によって、捕獲機能を妨げることも、可能らしく、ブラックにホワイトにのゲイチスや、 サンムーンのエーテル財団が妨害電波を使用している。ルビーサファイア以降では捕獲に使用したボールの種類がポケモンごとに記録される。バトルに出た時の画面効果もボールによって異なるので、プレイヤーによってはボール自体の性能を度外視し、自らのこだわりでボールを選ぶものも多い。卵から生まれたポケモンはモンスターボールに入っているが、 XY からはの親と同じボールに入るようになった。三分ではランダムに両親のどちらかと同じボールに入っている。捕まえてもポケモンを意のままに操れるわけではなく、プラチナの赤木の手記には伝説のポケモンをボールで捉えても神話に伝わる真の力を発揮させることはできないと記載されており、ブラックホワイトではシャガがポケモンの気持ちまでは 縛ることはできず、ポケモンが人との関係を望まなければ自ら去ることもできると述べている。ポケットモンスタースペシャルでは、アニメで見られるようなボールが拡大、縮小する機能はなく、常に同じ大きさのままで携帯、使用していると見られ、ボールの上半分は透けていて、中にいるポケモンが外の様子を見たり、外部から中のポケモンの様子を見ることが可能。 捕獲の時は当てどころも重要とされており、ポケモンの体の中で生命エネルギーが集中しているツボを正確に捉えた時にボールは真の力を発揮するとされている。製造方法に至ってはゲームでも登場するボングリと言われる好みの中身をくり抜き、特殊な装置とキャプチャーネットと言われる捕獲網を仕込むことでモンスターボールが完成するという設定がなされている。 このキャプチャーネットは虫ポケモンの糸や鳥ポケモンの羽を利用するものが大半を占めているが中には伝説のポケモンの羽を使わなければ製造できないものも存在するというしかしその詳細はすべてのメーカーともに企業秘密とされている動作中にはモンスターボール管理システムというものがありそれがダウンすると開閉スイッチを押してもポケモンを出せなくなる さらに、それを逆手に取りスイッチを壊すことで、ポケモンの出し入れを封じるという卑怯な戦術を使う、トレーナーや野生ポケモンもいる。ポケモンカードゲームに野生ポケモンや捕獲という概念は存在しないが、主に、ポケモンのカードを探して、手札に加えるような効果を持つトレーナーカードとして、モンスターボール各種が登場する。詳細は、モンスターボール一覧にて解説する。 モンスターボールを基本として、単純に性能を高めたものや、ポケモンや、条件次第で、高い効果を得られるもの、捕獲後に効果があるものなどがある。一覧中に初出、登場バージョンを示した。初出と表示されている場合は、その作品以降のすべての作品に登場することを、意味する。なお、そのバージョンでは直接入手不可だが、通信によって、 転送、使用可能なものも存在する。作品により、入手方法が異なる場合もあり、ゲームでは出てこないボールも存在する。特定の条件を満たした時に効果を発揮するボールは、特に注がない限り、その条件を満たしていない時は、通常のモンスターボール相当の効果しかない。こちらではゲームに登場せず、アニメカードゲーム、マンガ版にのみ登場する。 モンスターボールについて解説する。ありがとうございます。